地方空襲の警官たちは優しすぎますね。でもまたハイヘビを逃がしてしまいました。まあそう落ち込まないで。彼らが手も足も出せないでいる犯罪者をあんたたちは必死に捕まえようとしてるんだから。テスラ博士の言う通りさ。それにハイヘビのバラバラ作戦に関しては情報が足りなかっただけだ。厳密に言うとそれは僕たちの責任だよ。博士、そんなことを言わないでください。それはさておき、あんたたちの説明によると、奴は自分を数個もしくは数十個のそれぞれ独立した待機機能がある切れ端に分解できるようね。そしてコアパーツから信号を受け取ると、その切れ端は短時間で復帰集合し、ハイヘビという個体を再び構築する。だが今までのハイヘビの企画から考えると、そんなことは不可能だ。つまり超空誌のハイヘビは自身にかなり激しい改造を行ったんだろう。ふん、その点から言えば奴は結構偉いわね。より人間らしくなるために。いやいや、どう見ても余計に人間から離れてる気がするんですけど。まあその話は置いといて、あの改造魔の人体出現マジックも隙がないってわけじゃない。これは私とボス頭が奴の擬態の性能を元にして作った模型よ。計算結果によると、その復活術を使うたびにホットスワップの時のように擬態が消耗するの。なるほど、使いたい放題ってわけじゃないんですね。え、でも彼はその復活術を使った時に何事もなかったかのようにすぐ逃げたんですよ。消耗による影響はそんなになかったように感じます。短時間の行動に影響を与えるほどではないんだろう。だがパワー全開で機体を長く使えば大きな影響が出るはずだ。簡単に言うと、擬態の耐性が大きく下がるってこと。どう？それが私たちに一体どんなチャンスをくれるのか、ちゃんと分かった？今度ハイヘビを見つけた時に必ず追いつけるとかですか？足がどんどん遅くなるんですよね。ええ、さすがね、うっかり者のスーサナ。って、全然違うわよ。ごめんなさい。きっとハイヘビ自身もよく分かってるんじゃないでしょうか。だから彼は逃亡中に自身のメンテナンスをしようとするはずです。ああ、しかもそれだけじゃない。ハイヘビは新城製薬の貴重な擬態を盗み、改造に必要な最後のピースを手に入れた。彼が超空誌に残る理由はもうないんだ。今の彼が一番望んでいるのは、この町を出て静かな場所で改造を行うことだろう。しかし今の機体で長時間活動する自信が彼にあるとは思えない。超空誌から逃げるための必須条件として彼は自身のコンディションを整えたいはずだ。つまり自身を治すためにまた新たなパーツを奪いに行くんじゃないかってことですか？もうちゃんと考えて。ハイヘビはすでに体の改造に必要な部品を全て手に入れてるってボス頭も言ってたでしょ。それってハイヘビは超空誌のどこかで改造を行う可能性があるということですよね。あ、わかりました。ハイヘビの最終目的は自身の改造。そして今の彼は自分自身を修復しないといけない。だったらいっそのこと全部新しくしようって考えてるんですね。はあ、やっと分かってくれた。たとえハイヘビがすでに自分の体に高度なモジュール化を行っていたとしても、全身の部品の組み替えには時間や場所、そして設備が必要だ。つまり超空誌にハイヘビの拠点があって、今はそこに隠れてるかもしれないってことですよね。でもその拠点をどうやって探せばいいんでしょう。時間が経って彼が改造を終えたらもう気づくこともできないんじゃ。安心しなさい。誰が情報支援を担当してると思ってるの。もう超空誌で条件に合うエリアをリストアップしてあんたたちのガイドに調べてもらってるわ。
クーちゃんのことですか？彼女ならきっとすぐにいい知らせをくれるはずよ。あら、噂をすれば。ゼイレお姉ちゃん、スーサのお姉ちゃん、それに博士たち、みんないるんだね。クー、見つけたのかい？うん、上空士の知り合いが少し前に仮面をかぶった黒服の人が旧市街区域に出入りしてるのを目撃したんだって。座標を送るね。これはゼールさん、私たちが前に合流した場所にかなり近いですよ。それに隠れ家からも相当くありません。うん、多分水没してるエリアだよね。そんな場所で本当に身を隠せるのかな？あそこは見た目に反して住めるところが多いの。例えばビルの高層部とか密閉型の倉庫とかは水没してないから、帰る家がなかったり人から離れて暮らしたかったり、そんな人たちはそこで暮らしてるんだ。実はこの目撃情報を提供してくれた人もその一人なの。じゃあ早速調査しに行きましょう。今度こそあのずるいやつを逃がしません。うん、行こう。密集してますし、行くわよ。間違いなくハイヘビはこの近くにいるのために。そうだね、目撃情報の座標からかなり近いし、ハイヘビがどんな手段を取るかわからないから気をつけて慎重に進もう。
ちに消されたというより途中で自分から消えたっていう方が正しいわね。あなたもそう感じたの、ゼーレ？今回の任務はあなたでも余裕でこなせるだろうって思ってた。でもウサギが何らかの形で関わってる以上、この事件は想定よりずっと複雑かもしれないわね。彼女はハイヘビの仲間なのかな。彼らはヨルムンガンドの幹部だったし、もしかしてハイヘビの改造に協力してるの？どうでしょうね。あの女は他人の話を聞こうとしないタイプだもの。かつての仲間のために動くとは思えないの。彼女が興味を持つような計画じゃなければ手を貸したりしないはずよ。ただのハイヘビ、しかも数多くの中の一人でしかない個体の願望に協力するほどの魅力があるのかしら。もしかしたら何か大きな計画があって、その準備のためにハイヘビを改造する必要があるのかもしれないよ。スーサネと一緒に戻って状況を二人の博士に報告した方がいいんじゃない？この件は少し変よ。嫌な予感がするわ。チッ、というよりイライラするの。ゼーレ、私たちのことが心配なんだね。あなたの心配は分かってる。でも私たちはターゲットまであと一歩のところまで来てるの。今戻ったら全てが台無しになっちゃうかもしれないよ。それにもし本当にウサギが関わってるなら、そのつながりもきちんと調べなきゃ。それが私とスーサナさんの仕事だもん。まあいいわ、ずっと私に従ってもらうわけにもいかないし。でも警戒は緩めないで。ウサギが手下たちに何をさせたいのかもわからないし、今は彼女が見えないところに隠れてるような状況なんだから。うん、気をつけるよゼーレ。あの、大丈夫ですか？さっきからずっと黙ったままで、というか独り言を言ってましたけど。あ、平気。さっき遭遇した敵たちのことを考えてたの。簡単な相手じゃないから。え、まさかゼーレさんは奴らの正体を知ってるんですか？まさか成婚計画の主導者だなんて。それにドリームキャッチの能力とイデアの種という注射、話を聞いただけで厄介な強敵だってわかります。うん、だからもっと慎重に行動しないと。敵は見えないところにいるから。でも途中でやめるのも嫌だし、今はハイヘビが目撃された座標を目指して進もう。優先順位が高いのはハイヘビの逮捕じゃなくて偵察ですよね。うん、さっきの出来事もネゲントロピーの博士たちと天命本部に軽く報告しておかなくちゃ。移動中にお願いしてもいい？わかりました。クーちゃんがくれた座標によると、ハイヘビはこの近くにいるはずです。ですが、うわっ！出ました！見てください、ゼーレさん。彼の体は前と大して変わってません。うん、まだ改装は終わってないみたいだね。別に小声で話す必要はないだろう。私の計画はとうに君たちにバレている。それに、こんなにも早く私の居場所を割り出せているということは、君たちには情報のエキスパートがいるんだろう。当然です。
旧市街区域に隠れたって意味はありませんよ。君たち二人はいつも私にサプライズを与えてくれる。こんな状況でなければワインを開けていたかもしれないな。自分の境遇を嘆きつつも、君たちが任務をクリアしたことを祝いながら。余計な話をしないでください。もう逃がしませんよ。おとなしく投降しなさい。悪いが、それは聞けないな。もう少しあがいてみたいんだ。待ちなさい。追いかけよう。先ほど私が言ったように、ワインを開けて君たちをもてなすべきだろうか。どうしてまだ余裕があるの？まさかまた何かを企んでる？理由はわからないけど、あなたを助けてるのはウサギですよね、ハイヘビ。もし違うと言ったら、例を挙げてみよう。成婚計画が実行された時のことを思い出すといい。ウサギは私たちに手を貸していたか？え、彼女は成婚計画の主導者じゃなかったんですか？あの女は興味がなければ動かない。孫子のことすら眼中にない彼女が自ら私を助けるわけがないだろう。ただ結果から話すと、君たちの考えも間違ってはいない。結局のところ、ウサギの目的などどうでもいい。彼女が与えた影響が私にとってメリットがあるなら、勢いに乗らない手はないだろう。例えば今のように、捕まるのは私ではないようだ。ここは漁師の海。
昔、私はある事故でここに入って、多くの世界の隙間で長い間漂流してたの。私個人の経験から言うと、少し信じられないけど、今の私たちの状況はあの時とかなり似てるの。でも私たちは長空市にいましたよね。リタ様曰く、漁師の海に入るには厳しい条件があって、海猿の目のような専門の設備を使っても成功するとは限らないと。さすがにハイヘビが私たちをここに放り投げたってわけじゃないですよね。知ってる限りではハイヘビにそんな能力はないはずだよ。それにハイヘビの話だと、彼はウサギが作った何らかの現象を利用しただけで。待って、ヒビ？スーサナさん、一つ聞きたいんだけど。何でしょう？長空市で調査をした時に何か変わったものを見たりしなかった？変わったものですか？ゼールさん、どうして急に心霊系の話をするんですか？そういうのは本当に苦手なんです。あ、違うの。実はね、最初は隠れ家にいた時だった。テーブルにひびが入ってるんだと思って特に気にしてなかったの。2回目はキオラハウスの庭で、その後に変な夢を見て、そして3回目はハイヘビを捕まえようとした時、あのヒビが現れたと思ったら突然周りの景色が歪んで、あっという間に漁師の海になったの。え？ヒビ？すみません、ゼールさん、そういうものは見てないと思います。でもそんな変わったことが起きてて、しかもどんどんひどくなってたなら、どうして私や博士たちに言わなかったんですか？それは、スーサナさんの言う通りだよね。おかしな出来事なのに、どうして私は誰にも言わなかったんだろう。私、それをちょっとしたことだから気にしなくても大丈夫って思ってたみたい。どうして？ゼーレさん、私、少し変かもしれません。スーサナさん、どうしたの？どうしてそんなに顔が白いの？わかりません。変ですね。何かおかしなものでも食べたんでしょうか？あの、イデアの種たちと戦った時から、少しクラクラして。なんとか解決できました。この空間にいると嫌な感覚もどんどん強くなっていくんです。まるで飛行機酔いしてるみたいに。おかしい。テレサ学園長と違ってスーサナさんは漁師の海の適応性が高いはずだよね。何が起きてるの？それに私も変な現象に気づきながらも報告してなかった。ゼーレ、他に気になったことはない？この漁師の海はすごく変だよ。確かに違和感があるわね。あ、よかった。あなたは無事なんだね。いいえ。厳密に言うと、私の状況も少し変わってるの。え？ゼーレも具合が悪いの？そういうわけじゃないんだけど。というより、ある意味、さっきよりもずっと調子がいいのよ。スーサナをびっくりさせるかもしれないけど、こうした方が彼女の具合も良くなると思うわ。そうね。ゼーレも驚きすぎないでよ。何しろ、
何しろこの空間ではこうやって簡単に別々になることができるから。ますます寄ってきたんでしょうか、ゼーレさんが。二人？そうよ、ゼーレは二人いるの。あ、やっぱり幻だったんですね。ひどい。おバカさん、気分はどう？すっきりしたかしら？酔ってるような感覚はなくなりました。でもゼーレさんはまだ二人いるんですね。当然でしょ、私がゼーレの体から出てきたからあなたの具合が良くなったのよ。簡単に言うと、私たち三人が独立して存在していれば外力で歪まずに済むの。量子の海が周りに安定した構造を形成してくれるのよ。まるで三角形のようにね。スーサナのめまいもゼーレのひびに対するおかしな認識も、すべてこの空間自体の影響を受けていたんだと思うわ。あ、もしかしてハイヘビが話してたメリットのあるウサギの影響って、私たちウサギの現実の影響を受けてるの？聞くまでもないでしょ。完全に異常を感知できるハイヘビ、異常に気づきながらも油断してたゼーレ、そして異常に気づけないのに制限されてたスーサナ、完全に相手によって対応を変えてるのよ。つまりそういう日々自体が私たちを区別しようとしてるの？ええ、一体何のメリットがあるのかはわからないけど、その可能性があるわね。ウサギのやつ、自分に関する手がかりをハイヘビのような人ならざる者にだけ教えたいのかしら。変わったセンスをしてるわね。待ってください。いろいろ話が進んでいますが、一体どうしてゼーレさんが二人もいるのか教えてくれませんか？そんなことがあったんですね。ごめんね、今まで教えてなくて。スーサナさんにぼーっとしてるって言われた時、実はゼーレと話してたの。二人は仲がいいんですね。もちろん、だってずっと昔から一緒にいるんだもん。はいはい、今は本題に戻りましょう。二人のゼーレが存在する理由を話したけど、どうしてここにゼーレが二人もいるのかについては私自身にもよくわからないの。え？誤解しないで。多分ウサギでしょうけど、裏にいる奴がどうしてここを私のような実体のない存在でも自由に動けるエリアにしたのかわからないって意味よ。今話したように彼女が変わったセンスをしてるってだけかもしれないけど。でも実体がない、もしくは人ならざるものって、かつての成婚計画を表現してるみたいだよね。ゼーレさん、まさかウサギは成婚計画を諦めてないって言おうとしてるんですか？わからない。でもここは長く留まっていい場所じゃない。今参考にできるのは成婚計画に抗った時の経験だけだと思う。でも漁師の海にはたくさんの世界の泡、つまり現実世界の影やパラレルワールドのような概念が存在するから、もし現実に戻るルートが見つからなかった場合、接触できる世界の泡を探して現実世界との位置関係を確認してみるっていうのもいい手段だと思う。それって私たちはもう漁師の海で迷子になってるってことですか？バカね、その逆よ。漁師の海だからこそ迷子になって当然なの。デュランデルのように自身の座標と現実世界を定着させられるような道具を持ってるなら話は別よ。もちろんそんな話をしてももう遅いんだけど。とにかくただ待ってるだけじゃダメなの。
まずは空間の構造が比較的安定してるエリアに移動して現実に戻る方法を探そう。どちらに向かった方がいいか分かりますか、ゼーレさん。うん、この近くに比較的安定してる世界があるみたい。そんな気配がする。今はそこに向かうしかないわね。裏にいる奴のことを思い出すとイライラするけど、その頭を切り落とす前にまずは自分たちのことを守らないと。そうよね、スーサナ。え、はい。で、敵の頭を切り落とすの？ハイヘビ？いえ、これは。なるほど。君はここにいない。この信号、ゼーレとスーサナには感じられないの。君が手に入れようとしているものは別に私と変わらないだろう。そうか、心から感謝するよ。私の話に付き合ってくれて。あ、ここに転送装置があります。私たち今すぐこの不安定な空間から出られるんですね。違うんですか？この転送装置がどこにつながってるのかまだわからないから。それになんだか恐ろしい気配を感じる。掘るしかないわね。掘るですか？ええ、掘り出せばわかるでしょ。ですがそう言われても。はいはい、そこをどきなさい。この空間では普通の人間の目と耳は役に立たないのよ。これはどうしてハイヘビがいるの？策士策に溺れるってところかしら。いい気味ね、こんな結末を迎えるなんて。でもより厄介な事態になったわね。これって本当にあの無謀者のハイヘビなんでしょうか？体の一部がすでに心情制約の擬態になってる。他に当てはまるハイヘビがいるとは思えないよ。ですが体に傷口が一つもありません。彼は本当に死んだんですか？それとももう一度体を捨てただけなんでしょうか？いろいろ苦労してようやく手に入れた体なのに簡単に捨てるわけないでしょ。それにこれも逃走術なら、その抜け殻を漁師の海に沈めたのは誰？たとえウサギでもそんなことはしないと思うわよ。なるほど、これがレッドヘリングっていうものなんだね。ハイヘビは物事に応じて個人の価値を追い求めただけだから、私たちが警戒すべきなのは彼自身じゃなくて、彼を動かした物事の裏に隠れた現象。もう彼に答えを聞くことはできないけど。それよりもっと重要なことがあるでしょ。どうして漁師の海にいなかったはずのハイヘビがこんなところに沈んでいたのよ。じゃあ目の前にあるこの転送装置は。その奥に何があるのかは誰にもわからないわ。私に言わせたら、いっそこれを持って。待って、何かが近づいてくるわ。ゼーレ、スーサナ、戦いの準備をして。
てないで、私の後ろにいて。何をビビってるの？あなたが訓練の時に戦ってた気候と奴らに何の違いがあるって言うのよ。気候には殻があって、奴らにも殻がある。同じでしょ？そうですよね、ジェイレさん。何の違いもありません。敵の数が多いね。スーサナさん、大丈夫？ついてこられるよね？ええ、二人と一緒にいればクラクラしませんから。このペースで続けると。ゼイ、スーサナ、もう一踏ん張りよ。どれくらいの数がいるか見てみようじゃない。また新しい敵ですか？まさか無限にいるってわけ？待って、この状況ってブロニャお姉ちゃんの時と。ゼーレ、ここから撤退する方法はある？え？私たちを助けに来てくれた時のブロニャお姉ちゃんのように。私たちと違ってスーサナさんは普通の人間だから、こんな長い戦いが続いたら持たないよ。撤退って言われても、そんなことができる場所なんてあると思う？ゼーレさん、心配しないでください。まだ大丈夫です。今回の任務が無事終わったら、うちの城に招待しますよ。小さなオアシスですが、地平線が本当に綺麗で。それに、そこのラム肉と人参、玉ねぎも、他の場所では食べられませんから。ちょっと、あなたどうしちゃったの？もう黙りなさい。縁起でもないわ。相手の攻撃にようやく隙ができたようね。スーサナ、撤退するわよ。撤退ですか？どこへ？覚えてるかしら、ゼーレはさっき比較的安定してるエリアを感じたって言ってたわよね。おそらくこの転送装置の奥の世界だと思うわ。ハイヘビの死体がここにあったのは、漁師の海にある自然の流れに影響されたか、もしくはその世界の秘密に気づいて口封じされたか。え？それってかなり危険じゃないですか？でも今の私たちは漁師の造物に包囲されてる。このまま戦い続けても救援部隊が来るまで耐えることなんて無理だと思う。こんな状況だから、もし転送装置を使って現実と全く違う規則を持つ世界に行くことになったとしても、飛び込んでみるべきだよ。もちろんもっとラッキーだったらその世界の規則に拒絶してもらうことができる。それってラッキーなんですか？拒絶されるのって大変なことですよ。漁師の海の規則に拒絶された人間はすぐさま固有世界に戻されるの。天命のゲニウスの原理を知らないの？ああ、納得しました。いえ、待ってください。つまり漁師の海の規則に拒絶してもらえたら、私たちは超空市に戻れるってことですよね？ええ、前にも似たような状況があったのよ。ただ本人はその時の結末が気に食わなくて、大事な仲間を助けるためにもう一度漁師の海に戻ったんだけど。でも、スーサナさんの言うような状況は滅多にないの。
しばらく異世界で暮らす心の準備をしておかないと。少なくとも今のように壁の隅で囲まれて敵に攻撃されるよりマシって考えてるんですね。うん、そう思ってるよ。スサナさんは？二人は漁師の海の専門家ですよ。もちろん従います。ええ、じゃあスサナは最初に入って、その次にゼール、私が最後よ。あの漁師の造物がまた集まってきてるわ。急ぎましょう。運に恵まれてる人はいいわね。これで私たちも別の世界の泡で冒険しなくて済むのかしら。うん、もし天命の球。戻ってこないわね。ゼーレはまだ戻ってきていない。冗談じゃないわ。ここは私たちの心、正確に言うとゼーレの心なのよ。心が映し出してる場所はまだ存在してるのに、その主がいないだなんてありえないでしょ。彼女はすぐここに戻ってくるはずなのに。ゼーレ、私たちは一体。ゼーレ、私を探してるの？あなたは誰？私はゼーレだよ。なんで？私がわからないの？どうしてこの部屋に入ることができたの？まさか、ゼーレがいなくなったのも、あなたの仕業？何を言ってるの、ゼーレ。私…もう一度聞くけど、あなたは誰？ゼーレ、怒ってるの？ううん、より強い感情を隠すために怒ってるように見せてるんでしょ？この部屋の元の主が消えたことがそんなに不安なの？わかったわ。ウサギの仕業よね。他の人たちはここに入る術を持たないもの。違うよ。私がここにいるのは部屋の主の許可を得たからなの。は？あなた本当に死にたいわけ？ゼーレが許すわけないでしょ。ううん、部屋の主というのはあなたのことだよ。何ですって？まだわからないの？ここの空間の主は彼女の心じゃなくてあなた自身の心だよ。あなたが気づいたから私はここに現れた。あなたが私に怒りを抱いたから、その手に武器が現れた。バカなことを言わないで。ここはゼーレと私の、私たちの。あなたたちじゃない、あなただけだよ。なるほど、その結論を出すのが怖かったんだね。なら私が代わりに言ってあげる。黙って。あなたとゼーレはもうとっくに表裏一体の関係じゃない。黙りなさい。あなたたちは独立した二つの個体。それは漁師の海にいるという前提条件を必要としない。あなたはもう自由なの、ゼーレ。あなたに祝福をあげるね。黙りなさいってば。
なたにはまだ慣れるための時間が必要なんだね。あなたのデタラメを信じると思ってるの？死人はさっさと黙りなさい。ありがとう。は？今の私はまだ死んでないけど、人って呼んでもらえて光栄だよ。確かにこれは最高の賞賛だね。ち、ウサギと同じくらい重症ね。誰が作った幻覚なのかは言われなくてもわかる。でも会話よりもその目で見てもらった方が今の状況を理解できるかもしれない。目を開けて開放的な世界に戻って、その体で自由を感じて。誰があなたの言うことを聞くと思うの？早く消えなさい。ここでしなくちゃいけない大事な用事があるの。ううん、あなたは必ず目覚める。だって辺境はとても寒いから。は？何を言って。これはどこよ。ここは雪に覆われた廃村。さっきあの幻覚は辺境とか言ってたわね。どこの辺境なの？ここは一体何の世界？あの転送装置の向こう側なのかしら。まずはゼールとスーサナを見つけないといけないわね。先へと進みましょう。この怪物たちは本当にしつこいわね。全員死になさい。それだけじゃない。景色、音、匂い、あらゆる感覚がリアルだわ。あの女の今の実力から考えれば、ここまで現実に近い大規模な夢を構築することなんて難しいはずよ。でも私の力、ゼーレの精魂の力は問題なく使えてる。たとえ私がゼーレを見つけられていなくても。あなたたちは独立した二つの個体。それは漁師の海にいるという前提条件を必要としない。あなたはもう自由なの、ゼーレ。あなたに祝福をあげるね。まさか本当にあいつの言う通り。ち、そんなことが起きるわけないでしょ。私が自由の身になって、あのか弱いおバカさんの世話なんてしたくないって思っても、彼女は私から離れられないわよね。私ったら何バカなことを考えてるの。ゼレは今私がいなくなって泣きそうになってるはずなのに。本当に仕方ないわね。私が彼女を見つけてあげる。死になさい。そこのお嬢さん、待ってくれ。誰が喋ってるの？僕だ、ここだよ。なるほど、漁師の海が新たな怪物を生み出したのね。待ってくれ、怪物じゃないんだ。傷つけないでくれ。鏡を見てきたら？あなたより怪物らしい存在なんていると思うの？信じてくれ。今はこんな姿になってしまったけど、昔の僕は君と同じように生きてる人間だったんだよ。人間？彼は嘘をついてなんかいないわ。私たちはみんな人間だったの。あなたたちって一体？慌てないでくれないか。俺たちだってまさかこんなに荒れ果てた辺境の地に来る人間がいるとは思いもしなかったよ。俺たちは砂鉄の国の住人なんだ。砂鉄の国？ああ、初耳かな。
君はやっぱり外の世界から来たのかい？外の世界、やっぱりここは世界の泡なのね。砂鉄の国の住人はみんなあなたたちと同じ姿をしてるの？ほとんどはそうだけど、比較的完全な人もいるわよ。完全？僕たちと同じように透明だけど、体の形や顔がよく見える人たちのことさ。それでも透明なのよね。ああ、世界の泡だし、別にありえないことじゃないわね。私を呼び止めたってことは何か用でもあるの？手を貸してほしいんだ。手を貸す？ああ、外の世界から来たお嬢さん、俺たち砂鉄の国の住人は見ての通り、人間としての姿を失い、存在の証明として一縷の光しか残っていない状態なんだ。その光が消えないように、俺たちは月の光を浴びないといけない。月の光？そうよ、一番大きなオアシス都市の上空に沈まない月があるの。優しく静かに光を放っているのよ。月の光の加護がある限り、私たちは消えないし忘れられることもないの。つまり月の光を浴びないとその姿をキープできないってことかしら。話が早くて助かる。しかし残念ながら、月の光はこの辺境の地まで届かないんだ。じゃあどうしてこんな場所に来たの？それはもちろん、ここが一番先に溶け合う場所だからだよ。偉大なる賢者様はここを起点にして僕たちに新たな命を与えてくれるんだ。はい。今の話は気にしなくていい。俺たちはある用事のためにここに来たんだ。何かの進行かしら。ち、めんどくさいわね。そうだとしても私が力になれるとは思えないわ。さすがに月をここに移動させることなんてできないでしょ。急ぎの用があるからもう失礼するわね。あ、大丈夫。実はこの近くに月の岩と呼ばれる特殊な結晶があるの。その結晶は白くほのかに輝いてるから月の光と同じ効果を持ってるのよ。どいて、探し物を手伝う暇なんてないわ。それも大丈夫だ。すでに月の岩の場所は分かってるから、代わりに少し採集して適切なところに置いてくれればいい。できれば俺たちも自分で採集したいんだが、見ての通り自由に使える両手がない。あなたが手伝ってくれなかったら、私たちはここで消えるのを待つしかないわ。ああ、賢者様。はいはい、手伝ってあげるわ。あとでどこかのおバカさんに文句を言われたくないもの。本当かい？なんて優しい人なの。ありがたい、ありがたい。尊敬すべきお嬢さん。ゼーレでいいわ。ではゼーレさん、月の岩は光を放つ以外に怪物を吸い寄せるっていう特性も持ってるから気をつけてくれ。ここの怪物なんてどうってことないわ。あなたたちこそ飲み込まれないように気をつけなさい。ゼーレさん、月の岩はあっちよ。なるほど、少し離れた。あなたたちが暮らしてる場所に置けばいいのよね。もちろん、ついてきて。
これは…手？ゼール。ゼール、そこにいるの？やっとインターポールの官僚たちを追い払えたわ。状況はどう？長光はゼーレとスーサナを見つけられた？厄介なことになったよ。は？厄介って何よ？ちゃんと教えてくれる？旋回一条がゼーレとスーサナの信号を捜索できなくなったんだ。しかし、もっと心配すべきことがある。これは世界的な危機の予兆かもしれない。それって彼女たちの失踪は特別じゃなくなるってこと？ああ、その可能性があるんだ。何しろ宇宙の深部のような明らかに違う選択肢は除外するとして、旋回一条の捜索を交わしたければ固有世界以外の次元にいる必要があるからね。それが今唯一得られる結論だ。キアナの権能が正常なら、彼女たちは漁師の海にいる可能性が高い。そしてそれが問題でもあるんだ。漁師の海と現実世界の接続場所という点で。それって超空誌にあるのよね。もしかしたら以前の虚数特異点と。あっ、ちっ、なんてことなの。漁師の海の潜入点がかつての虚数特異点の近くにあるなんてありえないわ。互いに拒絶し合うはずでしょ。まさかキアナの権能以外の終焉に似たような力が強制的にそれを一つにしようとしてるわけじゃないわよね。いやいや、落ち着いて。落ち着くのよ、テスラ。これは私たちがまだよく知らない世界のメカニズムに過ぎないわ。ああ、しかし世界のメカニズムである以上、影響を受ける場所は超空誌だけではないかもしれない。念のため長光さんに旋回一条で他のバルキリーと関連人員を探し、可能ならどこかの世界の泡にいるデュランダルさんとリタに連絡するように頼んだ。だが今の状況自体が漁師の海の異常波動から来ている可能性を考えると、彼女たちの支援はしばらく期待できないかもしれない。じゃあセイフレイヤの人たちを招集した方がいいかしら。あ、すでに名手と僕が一人ずつ連絡しているんだが、その点で心配なのはずっと負荷と連絡が取れないことだ。え、そんな。緊急時に指揮の律者を助けられるように長光さんはわざと彼女の携帯を改造し、いつでも旋回一条と連絡が取れる状態にしただろ。本来ならば彼女は世界で最も連絡を取りやすい相手のはずだが。あら、メール？長光からの転送ね。最初の差出人は不明？
世界が真っ白になってます。すみません、少し興奮しすぎましたね。私の故郷ではこんな風に世界を覆い隠すほどの大雪どころか雪自体が珍しいんです。天命本部に来てからは何度も雪を見ていますが、それでも思わず声を上げてしまいます。そのせいでアルビトルに何度もからかわれました。そういうことだったんだね。そういえばスーサナさんは少し前に具合が悪かったみたいだけど、もう平気なの？え？あ、そうですね。その件に関してはもう大丈夫みたいです。漁師の海に慣れたからでしょうか。私の最大の長所は適応力だってアルビトルも言ってました。環境が変わったからかな。規則的な建物と生活設備、明らかに誰かが暮らしてる。私たちは今比較的安定した世界の泡にいるのかもしれない。でもあの転送装置にはびっくりしましたよ。白い光を見た時なんて分解されて原子になるんじゃないかって思っちゃいました。ゼールさん大丈夫ですか？あ、もう一人のゼールさんも。あれ、もう一人のゼールさんはどこに行ってしまったんでしょう。待って、ちょっと確認しますが、今まで彼女は私たちと一緒にいましたよね。その、私の妄想だったりするんでしょうか。焦らないで、スーサナさん。おかしなことが起きない限り、彼女はずっと私と一緒なの。あ、そうでした。それが普通なんですよね。じゃあ、彼女を呼んでみませんか。うん、私もそうしようと思ってたんだ。ゼール？その、何も起きていませんね。どうして？ゼールさん、まさか、彼女は今。うん、何も感じられないの。こんな状況。今まで一度もなかったのに。ゼールさん、ゼールさん、大丈夫ですか？顔色が悪いですよ。本当に平気ですか？私は、ゼールさん、大丈夫です。ゼールさん、私たちは同じ転送装置に入りました。それは間違っていませんよね。うん。それなら普通に考えれば私たちは同じ場所にいるはずです。もう一人のゼールさんがいないのは多分漁師の海だからでしょう。空間もめちゃくちゃですし、もしかしたら村の向こう側にいるのかもしれません。もしくは一歩先についてて何かの危険に気づいて私たちを守るためにあえて一人で行動してるのかもしれません。ええ、可能性はあると思います。とにかく天命のバルキリーとして私たちもすぐに行動した方がいいと思います。もう一人のゼーレさんを探しに行きましょう。スーサナさん、うん、そうだね、ゼーレを探しに行こう。はい、きっと彼女も焦ってるはずです。まだ知り合ったばかりですけど、
彼女がゼーレさんのことを大事に思ってるって分かりますから。ありがとう、スーサナさん。水臭いですよ。助け合ってこそいいパートナーですから。本当に雪だらけです。ここは常に積雪のある世界の泡なのかもしれないね。建物の屋根はどれも斜めになってるし、壁も頑丈だから。確かに、さすがです。観察眼が鋭いですね。大したことじゃないよ。シベリアではこういう建物がたくさんあるから。しっくり来ないと思わない？周りの景色と比べると。ええ、確かに扉に黒い何かがあるような。花の形でしょうか。この扉には鍵や鍵抜きのようなものは見当たらないのに、どうして開けられないのかな。その花のせいで開けられなくなってるのかもしれませんね。私ってば何を言ってるんでしょう。たとえ世界の泡の中にいるとしても、この考えはさすがにぶっ飛んでますよね。あら、なかなか的を得てるのよ、お嬢さん。え、声が。誰が喋ってるんです？世界の泡の住人ですか？もう驚かさないでくださいよ。早く出てきなさい。私はここにいるんだけど。お化け？幽霊？それとも透明人間？まったく、せっかく褒めたのにすぐにバカなことを言うんだから、この扉の向こうにいるってことよ。なんだ、わざと扉の奥に隠れていて近づいた相手を驚かせているんですね。ちょっと、そんなくだらないことを誰がするのよ。じゃあどうして扉の奥に隠れてるんですか？この嫌な扉を開けてくれる人を待ってるに決まってるでしょ。こっちからは開けられないの。でもこちら側から開けることもできないみたいです。それは正しい開け方を試してないからよ。聞こえてたわよ、扉の向こうに黒い何かがあるってね。それはこの世界の泡特有の空間に干渉できる物質なの。幸い辺境の村にはそういう物質を消せる光の塩っていう結晶があるの。少し探してきてもらってもいいかしら。そうしたらこの扉を開けられるはずよ。待って、今この世界の泡って言いました？何か問題でも？これでも一応漁師の海の漂流者なのよ。そんなに変かしら。ここが世界の泡だって知ってることが。漁師の海の漂流者？かっこいい。名前を聞いてもいいですか？え？教えても構わないけど、扉を開けてからにしましょう。考えてみて、今自己紹介してもあなたたちは私の顔を見られないし、そんなのおかしいと思わない？なんだかこだわりを持ってる相手みたいですね。でもできるだけ彼女から情報を聞き出さないと。ごめんなさい、扉の向こうにいるお姉さん。助けたいのは山々なんですが、私たちにも急ぎの用事があって。そうですよ、
仲間を探さなきゃいけないんです。きっとまだこの近くにいるはずですから。仲間ならちょうどよかったわ。先に助けてあげる。いつ仲間とはぐれたの？10分から20分くらい前だと思います。その時の私たちはこの世界の泡に入ってきたばかりだったので、正しい時間は分かりません。ナビラを通ったっていう可能性は排除できるわね。私はここで1時間以上も待ってたの。その間扉は閉まったままだったわ。それにこの扉は辺境の村唯一の出口だから、つまりあなたたちの仲間はきっと村のどこかにいるはずよ。そういうことだったんですね。これは貴重な情報ですよ、ゼーレさん。教えてくれてありがとうございます。じゃあ早速彼女を探しに行きましょう。ねえ待って、村の方に行くならついでに光の塩を持ってきてちょうだい。仲間を見つけてここから出るときにこの扉を開けないといけないでしょ。それに私の情報は役に立ったわよね。はい、確かにその通りです。でも私たちは光の塩の場所もその見た目もわかりません。それなら簡単よ。村の中に着いたら私のヒントをちゃんと見ればいいの。ヒントですか？それを見た時に同じとわかるはずよ。さあ早く行きなさい。仲間もきっと焦ってるはずよね。はい、では行ってきます。お姉さんが話してたヒントだよね。行ってみましょう。これは文字でしょうか。扉の向こう側にいるお姉さんですね。その通りよ。これが私のヒントの与え方なの。これは音符を操る能力で、声を遠い先に投げて文字にすることができるのよ。そして戻ってきた音波の感覚であなたたちの位置を判断することもできる。ああ、まるでこう。コウモリって言わないで。先に言うなんて自分もそう思ってるってことじゃないですか。とにかく文字になった音符の指示に従ってくれたら光の塩を見つけられるわ。数は5つくらいで大丈夫よ。わかりました。先に言っておくけど、光の塩はその特殊な効果のせいでここで暮らしてた人たちの手によってギミックのある秘密の倉庫に保存されてるみたいなの。そして言うべきことがもう一つ、光の塩は漁師の海の怪物を引き寄せるのよ。怪物とギミックですね。楽勝です。それに関して私たちは専門家ですからね。さすがだわ。じゃあ楽しみにしてるわね。この辺境の村って結構大きいんですね。誰一人として見かけませんが。しばらく廃棄されてたみたいだね。ゼレはここにいないみたい。大丈夫です。もっと奥の方に行ってみましょう。光の塩ってこれのことかな。名前通りですね。光ってます。でもどうして塩なんでしょう。まあいいや、とにかくあと4つ集めればいいんですよね。you
調です。ここの光の塩も回収できそうですね。うん。あ、どうしました？見落としたギミックでもあったんですか？違うの。この光の塩に触れた時、なんだか柔らかい感触がしたの。え？どこが柔らかいんですか？硬いですよ。その感触は一瞬だけだったから、気のせいかもしれない。もしかしたらここがあまりにも寒くて手がかじかんでいるのでは？うん、そうかもしれない。怪物がやっぱり現れました。私が話したヒビのことを覚えてる？キオラハウスで2回目のヒビを見た後、私は急に夢のような世界に入ったの。その時に見た景色は今と同じだった。同じ街、同じ雪。ただ、空の色は今より少し暗かったけど。それって、ゼーレさんはキオラハウスにいた時から、この世界の泡の景色を見てたってことですか？私も、スーサナさんと同じように不思議に思ってるよ。でも、一つ説明がつくかもしれない。何でしょう？私たちがこの世界の泡に来たのは、ただの偶然じゃないと思うの。ウサギ、もしくは他の誰かは、最初から私たちを、少なくとも私を、ここに招きたいと考えてたんじゃないかな。ヒビは、この世界の泡の存在を認識させるための、一つの暗示だったのかもしれない。それだけで、ゼーレさんをここに呼ぶことができるんですか？
具体的な方法は私にもよくわからない。ウサギの能力は意識と空間に同時に影響を与えられるし、一緒に利用することもできるのかもしれない。今は考えないでおこう。はい。ですが、ウサギがわざと私たちをこの世界の泡に誘導したと知った以上、もっと慎重になる必要がありますね。何しろ、今の私たちは相手の本当の目的を何も知らないから。の光の使用をすべて回収できましたが、ゼーレの姿はやっぱり見当たらないね。でも大丈夫だよ、スーサナさん。スーサナさんが励ましてくれたから、そんなに落ち込んでないの。それなら良かったです。でもこれからどうすればいいんでしょう。そうだね、私は情報を集めてこの世界の泡のことをもっと知りたいと思ってる。え？もう一人のゼーレさんを探さないんですか？ここはもう探したし、ゼーレは、この辺境の村にはいないと思う。私がこの世界の泡に来たのは、偶然じゃなくて、誰かが仕組んだからだよね。つまり、相手が意図的にそうしたから、私たちは離れ離れになってるんじゃないかな。でも、それがウサギの仕業なら、どうしてそんなことをしたんだろう。結局のところ、謎を明らかにしたいなら、私たちは相手の目的を知る必要がある。それに、この世界の泡は、私、もしくは、相手と何らかの関係があると思うの。この世界を知ることが、黒幕を知る第一歩になるし、ゼーレを見つける第一歩にもなるはずだよ。確かに。それに、私たちの推測もまだ否定されてはいませんよね。もう一人のゼーレさんは、この世界の泡のどこかにいます。ただ、今は会えないだけです。うん。行こう。まずはあの扉を開けなきゃ。さんと呼んだ方がいいですか？5つの光の使用を持ってきましたよ。お疲れ様。約束を守ってくれたあなたたちは信頼できるパートナーね。もちろんです。私たちは天命武力と知恵を兼ね備えた旅行者ですからね。ところで、私たちは光の使用をどんな風に使えば扉を開けられるんでしょうか？簡単よ。扉の前に台座があるでしょ？それは会員集合機なの。光の使用を入れて、扉にある黒い干渉物質に当てるように光の角度を調整すればすぐに開くわ。集合機？あ、これのことですよね。よし、言われた通りにしよう。あ、扉が開きましたね。うん、中に入ってみよう。ありがとうございました、漂流。あれ、彼女は？この先に行ったのかな。私たちも行って探してみよう。崖が、あれはすごい。これが私たちのいる世界の泡なの？どうしたの？二人とも驚いた？
私と大して変わらないわね。この声は。待ってたわよ。ようこそ、セントソルトスノーへ。